この動画は、適当な速度と字幕で見てください。皆さん、ホックホクー。ガーテック本お疲れ様でした。絵心がなくて参加しにくいという人も多いですが、絵心が壊滅的な私も参加できています。もっとみんなで気軽に参加したいと思い、この動画作成に至りました。絵心がなくてもお絵描きに参加する方法、それはアトリビュートです。乱暴に言うと特定アイテムです。フロイト先生が夢診断で、尖っているものはすべて男の象徴に結びつけるようなものです。舞茸チャンネルでは、丸書いて葉っぱさえ刺さっていればジャガイモくんです。こんな感じで見分け、書き分けていきましょう。男は全部ケンくんです。これは男なのでケンくんです。これも男なのでケンくんです。黄色ければピカチュウです。うますぎるんだが、これも黄色いからピカチュウですね。これも黄色いのでどこからどう見てもピカチュウです。女の子は難易度が高いです。清楚なのを書いておけば舞さんになります。ゆずなひよ先生も黒髪ロングらしいので、ひよ先生とのコラボ時には難易度が跳ね上がります。誰か攻略法を教えてください。ツインテールが来たらミクさんです。ミクさんの髪の色はバージョンによって変わりますが、ツインテで見分けてください。ツインテールの舞さん、みたいな問題は出ません。舞さんはポニーテール萌えです。ちなみに舞茸ちゃんは、M 字のヘアピンや組紐で見分けてください。師匠は髪の色で見分けます。紫髪のツインテが出たら、ミクコスの師匠、です。最も難易度が高いのはクジラです。シロナガスクジラは現在見つかっている動物の中で最も大きいです。また、他のクジラより体が白いです。マッコウクジラは頭部が特徴的です。平たい頭部を見かけたらマッコウクジラか確認してください。ザトウクジラは胸びれの大きさと、おひれの形に特徴があります。胸びれが大きく、おひれの円がギザギザかどうか見極めましょう。今後もクジラ問題は新しい出題があるかもしれません。注意していきましょう。これで今回の舞茸チャンネルお絵描き対策は終わりです。新たな難問で、舞さんを翻弄しましょう。それではポテサラバー。